やる気が起きないとき、アイデアが浮かばないとき、松浦さんどうしていますか？これ本当にずっとやる気なかったからさ。とことん落ち込んでたね。もうそこまで落ちるのかぐらい落ち込んで、でもうダメだと思ってたし、本当は考えることしかないですよ、何かを。考える気もしないんだよね、何もやる気がしないときっていうのは。わかるよ。わかるけど、自分で一歩踏み出さないと、誰かが背中を押してくれればまだ楽だけど、誰もしてくれないんだったら自分で一歩先に踏み出ることしかないよ。人にはいるでしょ。人にはお前何気にしてんだよ、頑張れよって言えるでしょ。でも自分には言えない、なかなかみんな。でも一歩踏み出すことだよ。本当に朝さ、二日酔いでだるかったら30分歩くことだってすっごい嫌だから、歩かないで寝てた方が治るんじゃないかなと思うかもしれないけど、絶対歩いた方が治るからね。そんなようなことだと思いますよ。最近投資で大失敗しました。そうね、なんか失敗したからってさ、くよくよしててもさ、しょうがないよね。俺もなんかうまくいかなくて、俺なんで生きてんだろうって人に聞いてたもんね。お前はさ、なんで生きてんの、何のために生きてんのって人に聞いてたことがあるよ。そんくらい落ちてたけど、でも落ちててもしょうがないんですよ。結局は自分自身でどっかきっかけを持って復活しないと、復帰しないと治らないですよ、いつまでもくよくよしてても。人にはいるんだけど、自分のことになるとダメですよ、もちろん。一昨年株式投資で生涯賃金分の稼ぎがかを稼ぎ、会社を辞めました。家族4人で過ごしていますが、暇すぎて人生に張りがありません。まだ42歳なのですが、以前のようなやる気を出すためにはどうすればいいのでしょうか。当たり前じゃん、こんなことしたら張りがなくなっちゃうのに。張りがなくなっちゃうのは、やりたいことがないことして、人間ってね、鬱になったりね、張りがない、そのうち鬱になりますよ、42だとね。そうするとね、やりたいことだけど酒飲み出すよ。でもね、生涯賃金分を稼ぎ出したらやめちゃったって、でよく今のスローライフじゃなくて、なんか言うじゃん、その言葉あるよね、なんかさっさとさえでやめちゃって っていうのあるじゃないですか。でね、いいと思ったの、俺も若い時は。早く金稼いで、もう好きなことしていけばいいやって、もう32歳ぐらいで上場してお金がどっか入ってきて、一生暮らしていけるわって思ってたけど、3年間で全部そのお金なくなっちゃったからね。そんくらいお金ってなくなるときはなくなるんです、早いんですよ。なんでかって言ったら、100億持ってたら100億円の話が来るんですよ。ね、100億あったから、じゃあ3条件の話でもいいや。こういう開発があって、こういう会社があるから、いい話ですよ。3条件が300億になりますよ。そういう欲出しちゃっていい、スポーンってなくなった3条件マイナスだから。それが100億にして、100億の話したら一発でポーンですよ。要するに、デト入りがあって、いくらお金持ってたって、いくらお金が入ってきたって、出費の方が多ければダメなんですよ。それが俺のタイプです。だからお金がない、入りより出が多いから自然ですよね、お金なくなりますよね。私は名古屋の創業142年の和菓子屋の跡取りです。お菓子配りながら DJ したりしてます。学生時代は御社のユーロビート、トランスに大変お世話になりました。質問、新たなマーケットでの売上創出が課題です。新規事業にチャレンジする際に心がけていることありますか？ご教示ください。そんな難しいことをやってもね。いや、一番よく言うのはさ、誰もやってないことでしょ。ブルーオーシャンってこと。でも俺最初からやった時ブルーオーシャンじゃなくて、思いっきりレッドオーシャンの中に突っ込んでって、そこの中で全部打ちかますっていうやり方だったんで、その中での常識をひっくり返せばレッドオーシャンもブルーオーシャンになりますよ。だからそういうアイデアっていうのかな、なんかみんな、それってこうじゃんって言うと、そうだよねっていうんじゃなくて、でもこうした方がいいんじゃない、ああした方がいいんじゃないの、なんでなんでっていう考え方がすごい重要だと思います。ちょっとでも物事分かっちゃうと、みんな分かったふりして、なんかそうなんじゃないのって、よく特に業界そうなんだけど、でもそんなこと全然ないんで、絶対そこにどっか穴がありますよ。とりあえず古くから続いているものほど穴があるんで、140何年の和菓子屋だったら絶対にこういうことをしちゃいけませんみたいなのあると思うんだけど、あえてそれをやっちゃってみるとか、どっかそういうところになんか実は気が付いてないところあると思うんで、そんなことじゃないかなと思いますし、そんなに簡単に教えられることもないし、分かっていたら自分でやってます。去年映像制作会社を作りました。仕事はもらえてますが、自分のやりたいことではないことも含めてやっているので、何か複雑な気持ちです。ただやるからには真剣にやってるせいか、それなりに満足しています。もっとクリエイティブなことを知っ
たいという願望もあり、何かアドバイスください。だからさ、両方やるのって難しいんだよね。でもさ、やってることは真剣にやってるのは当たり前だと思うし、満足してる、満足感も必要でしょう。でももっとクリエイティブなことがしたいと願望もあるんだったら、クリエイティブなことをすればいいと思うけど、何がクリエイティブなのかっていう、その考え方によって違うじゃないですか。その人事部や総務部はクリエイティブじゃないって言ったら、そんなこと全然なくて、どんな仕事にもクリエイティブなことがあるわけで、今やっていることに満足していないだとしても、もっとなんか考えたらやることがあるんじゃないのかなっていうふうに思います。何でも物事はクリエイティブじゃないとうまくいかないんで、なんかクリエイティブなことをしたいとだけ言われても答えようがないです。リスク取るのにビビってしまいます。アドバイスするとして、それはアドバイスも何もビビってんじゃねえよって感じ。だってリスク取らなきゃリターンがあるわけないじゃん。そんな都合のいいことあるわけないじゃん。具体と抽象考えるとき大事な概念、規制概念をなくすことじゃない。例えば普通に言ったらエビクさんって会社ができるわけがなかったわけなんで、だから俺ダンスミュージックしか作らないレコード会社を作るって言って始めたけど、結果ダンスミュージック以外もやってるわけで、だから具体的に、まあやっぱり規制概念を外すことだと思いますよ。それやってる限りはもうそこの業界では勝てないと思います。